父さん遅いな。今日帰るってギルドから連絡があったのに。シェラネーは修行で王国一周旅行してるし。ああ、つまんない。ご飯の前にもう一度、傍術の練習でもしようかな。おい、今帰ったぞ。お父さん！ただいま、エステル。待たせちまったようだな。いい子で留守番していたか？ふふん、当たり前よ。父さんの方も何もなかった？魔獣と戦って怪我してない？おう、ピンピンしてるぞ。それよりエステル、実はお前にお土産があるんだ。傍術の道具とか？育て方間違っちまったかな。お前ね、女の子だったら服とかアクセサリーじゃないか？綺麗な服は好きだけど、すぐに汚しちゃうんだもん。アクセサリーも遊んでて壊したら嫌だし。それより伊藤さん、その大きな毛布どうしたの？ひょっとして、それがお土産？お、鋭いな。よっと。え？ま、こういうわけだ。割とハンサムな坊主だろ？なんなの？この子！大きな声を出すなって、起こしちまうじゃないか。起きちゃうって、この子、生きてるの？なんかぐったりしてるけど。手当ては済ませたから、もう命の危険はないはずだ。だがとりあえず、休ませる必要はありそうだな。ベッドに運ぶから、エステルはお湯を沸かしてくれ。ラジャ！よく寝てる。この子、私と同じくらいの歳だよね。こんな真っ黒の髪、私初めて見るかも。確かに見事な黒髪だな。ちなみに瞳はアンバーだぞ。それはともかく、そろそろ話してもらおうか。行く。この子、誰なの？なんで怪我してるの？どうして父さんがうちまで連れてきたの？ひょっとして隠し子？お母さんを裏切ってたの？どこでそういう言葉を仕入れてくるんだか。って、シェラザードに決まってるか。うん、そう。まったくあの耳どし豆。この子は父さんも仕事関係で知り合ったばかりなんだ。まだ名前も知らなかったりする。仕事って遊撃士の？まあな。おっと。え？目を覚ますぞ。うわ、本当に琥珀色。ここは。坊主、目を覚ましたか。ここは俺の家だ。とりあえず安心していいぞ。どういうつもりです？正気とは思えない。どうして、放っておいてくれなかったんだ。どうしてって言われてもな。いわゆる、成り行きってやつ？
ふざけないで。カシウス・ブライト、あなたは自分が何をしてるのか。こら、怪我人のくせに大声出したりしないの。怪我に響くでしょ。誰？エステルよ、エステル・ブライト。俺の娘だよ。お前さんと同じくらいの娘がいるって話しただろう。そういえば。って、そんな話をしてるんじゃ。あた！大きな声を出さない。わかったよ。でも、君の行動の方が余計に怪我に響くんじゃ。なんか言った？だから、怪我を悪化させる。なんか言った？なんでもないです。ま、この家の中では、エステルに逆らわん方がいい。本気で怒らせたら、俺も叶わんくらいだからな。そうみたいですね。ところであんた、なんか忘れてることない？え？名前よ、名前。私もさっき言ったでしょ？こっちだけが知らないのって悔しいし、不公平じゃない。ま、道理だな。今さら隠しても仕方あるまい。不便だし、聞かせてもらおうか。わかりました。僕は。僕の名前は。まぶしい。よく寝た。今朝の当番は父さんだったっけ。それじゃあヨシアはまだ寝てるのかな。起きてるみたいね。よーし、私も早く支度しよっと。ヒューヒュー、やるじゃないヨシア。おはよう、エステル。ごめん、もしかして起こしちゃった？ううん、ちょうど起きたところよ。でもヨシアってば、朝っぱらからキザなんだから。いやー、お姉さん思わず聞き惚れちゃったわ。何がお姉さんだか、僕と同い年のくせにさ。甘いわね。同い年でも、この家では私の方が先輩なんだから。言うなれば、姉弟子ってやつ？はいはい、よかったね。ああ、なんか投げやり。でも、ほんといい曲よね。明るいんだけど、どこか切なくて。他の曲も好きだけど、やっぱりその曲が一番好きかな。あれ、なんて名前だったっけ？星のありかだよ。そうそう、星のありか。ああ、私もハーモニカうまく吹けたらいいんだけどな。簡単そうに見えて、これが結構難しいのよね。君がやってる棒術と比べたら、はるかに簡単だと思うけど。要は、集中力の問題だと思うよ。全身を使わない作業ってなんだか眠くなってくるのよね。
ヨシオもハーモニカもいいけど、もっとアクティブに行動しなくちゃ。ヨシアの趣味って、あとは読書と武器の手入れくらいでしょ？今時インドアばっかりじゃ。悪かったね。受けが悪くて。そういう君こそ、趣味に偏りがあると思うけど、釣りとか虫捕りとか、スポーツシューズ集めとか。いいじゃん、好きなんだもん。っていうか、虫捕りなんかとっくの昔に卒業したってば。本当かな？おい、エステル、ヨシュア。あ、父さん。おはよう、父さん。朝食の用意。ああ、バッチリだぞ。二人とも冷めないうちにとっとと降りてこい。了解。すぐに行くよ。ごちそうさま。ああ、お腹いっぱいになっちゃった。朝からよく食べるな。いいじゃん。食う子と寝る子はよく育つよ。まあ、しっかり食って、せいぜい気合を入れるんだな。お前たち、今日はギルドで研修の仕上げがあるんだろう？今までのおさらいだけどね。それが終われば、私たちも父さんと同じ、ブレイサーよ。もう、子供扱いさせないんだから。まだまだ青いな。最初になれるのは準遊撃士、つまり見習いに過ぎ。一人前になりたかったら早く正遊撃士になることだな。むむ、上等じゃない。見てなさいよ、いっぱい功績をあげまくって父さんを追い越してやるんだから。やれるもんならやってみろ。何張り合ってるんだか。エステル、油断は禁物だよ。今日は最後に試験だってあるんだからね。試験って何？まさか覚えてないとか言わないよね。研修が身についているかどうか確認するためのテストだよ。合格できなかったら補習だってシェラさんが言ってたじゃないか。やっぱーか、そういえば知らねえが、そんなこと言ってたような気も。まあでも、なんとかなるって。はぁ、あ、君って子は、のんきというか。まったくもって嘆かわしい。この楽天的な性格は一体誰に似たもんだろうな。失礼ね、父さんほどじゃないってば。まったく。似た者親子だな。まあいいや。エステル、そろそろ町に行こう。ギルドでシェラさんが待ってるよ。わかった。シェラ姉を待たせると怖いもんね。あ、そうだ、父さん。今夜の食事当番、私だけど何か食べたいものでもある？リクエスト、受け付けとくよ。食べたいものか。ルーアン風魚の蒸し焼き、バルサミコ酢風味なんてどうだ？何それ？それはエステルにはちょっと無理だと思うけど。言ってみただけだ。いつもと同じ魚のフライかオムレツでいいさ。無理をしないで食えるものだけ作ってくれ。失礼な親父ね。反論できないのが悔しいけど。ああ、その代わり頼みがある。雑貨屋でリベール通信というニュース紙を買ってきてくれ。今日最新号が入荷するはずだ。わかった。雑貨屋でリベール通信ね。残ったら小遣いにしていいぞ。ただし、無駄遣いはするなよ。それじゃあ父さん、行ってくるよ。おう、しっかりやれよ。シェラザードによろしくな。
ちょうどいい時間だね。早すぎもせず、遅すぎもしないってとこかな。うん。教会の日曜学校を卒業ブレイサーになるためにこんなに勉強させられるなんて夢にも思う。それも今日が最後じゃないか。好きで志望したんだから、このくらいは苦労して当然だよ。それもそっか。よし、最後くらい気合を入れてシェラ姉のしごきに耐えるぞ。気合入ったみたいだね。それじゃあすぐそこにあるブレーサーギルドに入ろうか。あら、おはよう、エステル、ヨシュア。アイナさん、おはよう。おはようございます。知らねえ、もう来てる？ええ、2階で待ってるわ。今日の研修が終われば、晴れてブレイサーの仲間入りね。二人とも、頑張って。うん、ありがとう。頑張ります。星と吊るし人、隠者と魔術師、そして逆位置の運命の輪。これは難しいわね。どう読み解いたらいいのか。知らねえ、おはよう。あら、エステル、ヨシア。珍しいわね、こんな早くに来るなんて。最後の研修くらいはね。
とっとと終わらせてブレイザーになってやるんだから。ああ、いつも意気込みはいいんだけど、ま、その心意気に応えて今日のまとめは厳しくいくからね。覚悟しときなさい。そんな。おだまり。毎回毎回教えたことを次々と忘れてくれちゃって。そのザルみたいな脳みそからこぼれ落ちないようにするためよ。ヨシュア、シェラ姉がいじめるよ。大丈夫ですよ、シェラさん。エステルって勉強が嫌いで予習復習もめったにやらないけど、ついでにむやみと人よしで余計なおせっかいが大好きだけど、勘の良さはピカイチだから、オーブメントも実践で覚えます。はあ、こうなったらそれに期待するしかないわね。ちょっとヨシア、なんか全然フォローしてるように聞こえないんですけど。心外だな。君の美点を正直に言ったのに。まったくもう。あ、ところで知らねえ、タロットで何を占ってたの？なんだか難しい顔してたけど。ああ、これね。近い将来身の回りで起こることを漠然と占ってみたんだけど、ちょっと調子が悪いみたい。読み解くことができなかったわ。読み解くことができない？へえ、そんなことってあるんですか？あまりに意味深な形になると逆に解釈に困ることがあるのよね。まあそれはいいわ。最後の研修を始めるわよ。今まで習ったことを一通りおさらいするわよ。ブレーサーとして活動するのに必要な最低限の常識だからね。特にエステル、ちゃんと聞いておきなさい。何について知りたいの？ブレーサーというのは地域の平和と民間人の保護のために働く調査と戦闘のスペシャリストよ。魔獣退治や犯罪の防止だけでなく、荷物の護衛から落とし物の捜索まで様々な形で地域に貢献する仕事ね。各地の遊撃士たちを束ねているのが大陸全土に支部を持つブレーサーギルドよ。何について知りたいの？動力と呼ばれるエネルギーで動く機械仕掛けのユニットがオーブメントよ。セプチウムを加工したクォーツが中に組み込まれていて、その気候に応じて様々な現象を引き起こすことができるわ。最初に発明されてから50年くらいしか経っていないけど、今では照明、暖房などの日用品から兵器、魔法、飛行船まで、あらゆるものにオーブメントの力が利用されているのよね。ちなみに、この技術革新は一般的に動力革命と呼ばれているわ。何について知りたいの？私たちの住むこのリベールは、ゼムリア大陸の西部に位置する豊かな自然と伝統に育まれた王国よ。大陸でも有数のセプチウムの産地で、それを利用したオーブメントの開発でも高度な技術を誇っているわ。リベールにとってオーブメント技術は周辺の大国と渡り合いながら独立を守っていくための重要な柱ね。10年前、エレボニア帝国に侵略された時も、最後に王国を救ったのは、オーバルエンジンで空を駆ける飛行船を利用した作戦だったわ。まあ帝国とは今も微妙な関係だけど、アリシア女王陛下の優れた政治手腕もあって、今のリベ、何について知りたいの？さてと、復讐はこのくらいで勘弁してあげるか。今日はやることが山ほどあるんだから、とっとと実地研修に進むわよ。ねえ、知らねえ、実地研修って今までの研修と何が違うの？実地っていうのは、現場を体験してもらうってことよ。これから二人には、遊撃士の仕事に必要なことを一通りやってもらうわ。それってつまり、机でお勉強じゃないってこと？ええ、もちろん違うわよ。
あちこちに出かけていって実際に体を動かしてもらうわ。たっぷり汗かいてもらうつもりだから楽しみにしてなさい。助かったわ。体を動かせるんなら今までの研修よりずっと楽よ。もう心配して損しちゃった。なんだか急に元気になったね。その笑顔が最後まで続くといいんだけど。さてと、最初の実地研修に行きましょうか。おう。最初の研修は仕事内容の確認よ。その前にまず二人に渡すものがあるわ。アイナ、もう用意できてる？ええ、いいわよ。じゃ、二人とももらってきなさい。大切なものだからなくさないようにね。それはブレーサー手帳といって仕事の記録を残すための公式な手帳よ。どんな話を聞いたのか、どこで何を見つけたのか、些細な出来事が手がかりになることも多いわ。細かいことでも必ず記録を残すようにね。わかりました。ちょっと面倒かも。あら、気のせいかしら。返事が一つしか聞こえなかったけど。あ、記録を残すことはブレーサーの大事な義務よ。面倒くさがらずしっかりやりなさい。はーい、わかりました。うん、わかればよろしい。じゃ、実際にやってもらうわよ。出口の方を見て。掲示板があるでしょ。掲示板のところまで行って仕事の内容を確認してきなさい。いいわね。ちゃんと確認できたみたいじゃない。掲示板のチェックはブレーサーにとって基本中の基本。緊急の仕事がないかどうか常に確認しとくのも大事な義務よ。義務ばっかりで聞いてるだけでも息苦しいわね。確かに規則は多いけど、それだけの責任がある仕事だからね。いい加減な気持ちでいたらとても務まらないと思うよ。うん、そうだよね。もっと気合い入れていかなきゃ。ちょっとは気持ちが切り替わったかしら。うん、もうバッチリ。じゃあその気合が抜けないうちにさっさと次の研修に行くわよ。今度はどんな内容ですか？お向かいにあるメルダースさんの工房に行って工房の利用法について勉強。わざわざ営業中に時間を取ってもらってるんだから失礼のないようにね。はーい。ここでは工房の利用法を勉強するわ。工房ではオーバルアーツを使うための専用のオーブメントを改造したり、支援用のクォーツを合成したりで、アーツには多彩な効果があるから使いこなせるようになれば、いろ、ブレーサー家業っていうのは危険と隣り合わせの職業だから、工房とも長いお付き合いに。ま、私が説明できることはこれくらいね。技術的な説明は専門家にお任せ。というわけでメルダースさん、あとはよろしく。おう、任しとけ。で、何を知りてんだ？オーブメントとは、クォーツをセットすることでいろんな効果を発揮する。その定義からすりゃ、照明や飛行船のエンジンなんかもみんなオーブメントなわ。ここで言うオーブメントは、身体能力を高め、魔法を使えるようにする。こいつは個人の適性に合わせて
具体的には属性限定のクォーツをセットするときは中央のスロットは最初から空いてるが、残りは工房で開封してもらう必要がある。魔法を使うのに必要な EP の上限は、で、何を知る？もう質問はないみたいね。なら次は実際に工房を利用してもらうわよ。そのためにはまずセピスが必要ね。それだけあればいくつかのクォーツを、まず自分のオーブメントに合う属性のクォーツを作ってみなさい。エステルはどんな属性でも OK だけど、本当なら商店ではセピスの換金もできるんだけど。あら、もうクォーツをセットしたの？ちゃんと回復と攻撃のアーツを用意できてるし、そうやって二人でバランスよくアーツを使い分けると。ただちなみに、どのクォーツをセットするとどんなより強力なアーツが使いたいんだったら、手帳のアーツ表。これで一通り工房での研修は終わりよ。さーて、次はいよいよお待ちかねの認定試験ね。え？試験って何それ？まさか本気で忘れたの？今朝も話したばっかりじゃない。あ、そういえば聞いたような聞いてないような。はぁ、ほんと期待を裏切らない子ね。まあいいわ、とにかく試験場に行くわよ。え、もう？ちょっと待って、まだ心の準備が。ほら、キリキリ歩きなさい。よしわ、お助け。メルダースさん、フライデーさん、いろいろとありがとうございました。おい、試験頑張っ、しっかり。こら、よしわ、覚えてなさいよ。ようやく研修も大詰めね。これから二人に認定試験を受けてもらうわ。今までの研修の成果が発揮されること期待してるからね。はい。エステル、どうしたの？ねえ、知らねえ。何？もしかして試験ってペーパーテストじゃないの？は？エステル、あんたさっき掲示板を見たでしょ？うん、見たけど。メモまで取らせたのに覚えてないの？地下水路の捜索をするって書いてあったと思うんだけど、あれが最終試験よ。ああ、よかった。エイド様、地下水路を作ってくださった情け深いお心に感謝を捧げます。ひょっとして筆記試験だと思ってたの？だから工房であんなに騒いでたのか。ふっ、懐かしいわね。今となってはいい思い出だわ。はぁ、本当に僕たちちゃんと卒業できるのかな。何よ、失礼しちゃうわね。はいはい、二人とも、おしゃべりはそこまで。試験前なんだからもっと緊張感を持ちなさい。試験に落第したらきつい補習を受けてもらうわよ。大丈夫だってば。さ、早く試験しちゃいましょう。ま、自信があるなら結果で証明してもらいましょうか。さて、掲示板にもあった通り、試験の課題は地下水路内の捜索よ。捜索対象はどこかにある宝箱の中身で、それを回収することが目的になるわ。水路の構造はすごく単純だから迷う心配はないと思うけど、本物の魔獣がうろうろしているから、油断してると痛い目に遭うからね。そこで二人にはこれを渡しておくわ。この手帳は？それは魔獣手帳といって、
戦った相手の情報を記録する手帳よ。敵の特性を見抜いたらすぐその手帳に記録するといいわ。なるほど。情報、つまりそういうことですね。その通りよ。よくわかってるじゃない。へえ、いいものもらっちゃったわね。サンキュー、シェラね。ありがたく使わせてもらう。よーしよっしゃ、気合い入れていこう。そうだね、実践だと思って慎重に行動しよう。エステル、ちょっと待って。あそこに回復ポイントがあるから、HP や EP が減ったら使ってみよう。出たわね。エステル、背後を取られないように。わかっ、戦闘終了、先に進もう。思ったより楽勝ね。よし、この調子です。エステル、ちょっと待って。今戦った魔獣の情報を。魔獣、あった。そろそろそろ、よし、これでオッケーね。またで、相手によっては武器での攻撃が通常攻撃だけじゃ。おう、エステル、今度はクラフトを使ってみ。クラフトには攻撃の他にもいろんな効果があるからね。まだ負けられない。ふぅ、やっぱりまだいた。面倒だし、パパッとか。SクラフトやSブレイクを使えば、大抵の、ただ、CP が100以上な。
で決める。戦闘終了。先に進もう。あれが目的の宝箱か。ここまで来ればもう楽勝って感じね。余裕出てきたみたいだね。それなら今度は行動の順番にも気を配ってみよう。いろいろと有利なことがあるよ。これで終わりだ。まだ負けられないんだ。ふーん、宝箱の中にまた箱がしまってあるなんて変ね。二つってとこも気になるし、中には何が入ってるんだろう。エステル、今回の任務は捜索と回収だよ。対象の調査は任務に入ってなかったと思うけど。もうヨシアって本当お堅いんだから。仕事じゃなく純粋な好奇心の問題よ。ねえ、誰も見てないし、ちょっと開けてもバレないわよね。落第したいんだったら止めないけど。落第？そういう可能性もあるってこと。もしこれが本当の仕事だったら、それは依頼者の持ち物だからね。非合法のものでもない限り、中身を確認する権利はないはずだよ。あ、それはそうかも。どうしても気になるなら、後でシェラさんにお願いしてみれば？さて、それじゃあ帰り道も。オッケ二人ともお疲れ。一応規則があるんで、捜索対象を確認させてちょうだい。うん、本物ね。途中で開いた形跡もなし。あ、危なー。やっぱりね。二人ともおめでとう。実技試験は合格よ。ふふん、あのくらい楽勝よ。で、知らねえ、その小箱には何が入ってるの？それは研修が終わってからのお楽しみ。さあ、おしゃべりはこれくらいにしましょう。まだ研修が終わったわけじゃないんだ。あれ？だって試験は合格なんでしょ？最後に報告についての研修が残ってるわ。お疲れのとこ悪いけど、このままギルドに戻るわよ。はあ、まだあるのか。でも仕方ないわ。ここが踏ん張りどころね。そうだね。あとちょっとみたいだし。最後の研修は報告の仕方についてね。どんな仕事でも達成したら必ずギルドに報告しないとダメよ。どう解決したのか
その経過を報告するのもブレーサーの仕事なんだから。報告を受け付けるのは各ギルドの窓口よ。ああ、ちなみに報酬も今後ともよろしくね、お二人。じゃ、とにかく自分たちで報告。お疲れ様。無事に目的を達成。仕事中の手際によっては報酬が増減することもあるから、報告をするとミラだけでなくBP というポイント、BP はブレイサーポイントの略称で、ブレイサーとこのポイントが一定値を超えると遊撃士としてのランクが上がり、今日準遊撃士のランクは9級から1級までの9段階よ。実際に獲得したミラと BP はブレイサー手帳に記録さ、さーて残るは最後の仕上げね。ようやくギルドの2階。じゃあまたね、アイナ。忙しいとこごめん。ううん、気にしないで。大事な戦力を育てるためだもの。二人にはバリバリ働いてもらうつもりだし。バリ。覚悟しといた方がいいみたいだね。二人とも、お疲れ様。これで研修の全過程は終了よ。あとは実際の経験で身につけるようにね。さて、その箱は？そう。さっきの試験で回収してもらった小箱ね。中に何が入ってるのか随分気になってたみたいだけど。ひょっとして、もう開けていいの？ええ、いいわよ。二人とも中身を確かめてごらんなさい。それでは。このエンブレムは。じゃあ、これで僕たちも？うん。エステル・ブライト、ヨシュア・ブライト。本日人号〇〇をもって、両名を準遊撃士に任命する。以後は遊撃士協会の一員として、人々の暮らしと平和を守るため、そして正義を貫くために働くこと。二人ともおめでとう。これからはお仲間って。やったね、ヨシュア！これで晴れて、私たちもギルドの一員よ！そうか。僕がブレイサーか。少し不思議な気分だな。もうヨシュアったら、親身にしてないでもっとパーッと喜ばないと。ヒャッホー、やったー。はしゃぎすぎだよエステル。さてと、私はそろそろ失礼するわ。溜まってた仕事を片付けなくちゃいけないしね。そっか、忙しい合間に毎日付き合ってくれてたんだ。シェラね、ほんとありがとね。お世話になりました。ま、新人を育てるのもブレーサーの義務ってやつよ。私も昔、カシウス先生に研修でお世話になったもんだわ。あ、それで父さんのこと先生なんて呼んでるんだっけ？それだけが理由じゃないけどね。あんたたちも早く一人前になって後輩を指導できるようになんなさい。そしてゆくゆくは先生みたいな立派なブレーサーになれるようにね。それじゃ、またね。わからないわね。何がさ。銀線のシェラザードといえば、若手ブレイサーの中でも一二を争うすご、どうして父さんのことをあんなに高く買ってるのかな。娘の私が言うのもなんだけど、しょっちゅう家を留守にしてる不良中年にしか見えないんだけど。不良中年ね。まあ、エステルから見れば、そう見えるのも無理はないけど。え？いや、なんでもない。さあ、今日は早く家に帰ろう。無事にブレイサーになれたことを父さんに報告しなくちゃ。うん。おーい、早く来いよ。待てよ。あれ、あんたたち。ゲゲ、エステル。あ、ヨシュアお兄ちゃん。失礼ね。何よ、そのゲゲってのは。
急いでるみたいだけど、どこかに遊びに行くつもり？気をつけないとダメよ。街道には魔獣もいるんだからね。変だ！うっさいな！男のやることに女が口を出さないでくんない？ブレイサーでもないくせにさ。ふんふんふん。甘い。甘すぎるわよ、ルック。パーゼル農園のミルクより甘いわ。へえ。まさか。ほほ、つい先ほどをもちまして、私、遊撃士資格を得、正真正銘、本物のブレイサー。見習いみたいなもんだから、威張れるような立場じゃないけどね。そこ、水を差さないの。あー、すごいすごい。お姉ちゃんたち、やったね。あー、パッドはいい子ね。粉まいきな悪ガキや、ひねくれたお兄さんと違って。そんな、俺の方が先にブレイサーになるはずだったのに。ヨシア兄ちゃんならともかく、エステルなんかに先を越されるなんて。何よ、そのなんかってのは。だいたいね、16歳以上じゃないとブレイサーにはなれないんだから。教会の日曜学校に通ってるお子ちゃまには無理なんだからね。大人げないな。本気で張り合ってるし。くっそー。覚えてろよ。俺も秘密基地で特訓して、すぐにブレイサーになってやる。パッド、行こうぜ。うん。お姉ちゃんたち、またね。まったくルックったら、すぐ突っかかってくるんだから。私、嫌われてるのかな？いや、むしろ逆だと思うけど。逆？ま、男の子ってことさ。それにしても、秘密基地か。ちょっと気になるな。うんうん、なんか、そそられる響きよね。幼い頃のピュアなハートを揺さぶられるっていうか。いや、気になるっていうのはそういう意味じゃないんだけど。いや、エステルといらっしゃい。今日から私のことはハイパーブレイサーエステルとでも呼んでもらおうかしら。ところでリノンさん、リベール通信入荷してます。おお、昼過ぎに入ってきたよ。で、爽やかに無視しないでよ。まあいいや、一冊も。毎度。うちの父さんいつもこの雑誌買ってるけど、これそんなに売れてるんだ。腕のいい記者とカメラマンがスクープをものにしてるらしくてね。あと、女王生誕祭に関連した連載記事が当たってるらしいよ。ああ、そうそう。これは僕からのお祝いの品。と言っても、ただで仕入れた試供品なんだけどね。これレシピというと、魔獣と戦って傷ついた時なんかに。その点、料理だったら食、新しい料理を食べたらその手帳にレシピを書き込んでいって。どんな、じゃあちょっと。それじゃあと、まあこんな具合だよ。料理は食べて覚えるのが基本さ。なるほど。料理は嫌いじゃないけど、なかなか。でも、なんとかレパートリー増やして、と。そうそう。ちなみに食材のご用は？さすが。ありがたくいただいておきます。
いいところで見つけたわ。あれ、アイナさん？どうしたんですか？やけに慌ててますけど。少し面倒なことになったの。今日はカシウスさん自宅にいらし、うん、家で書類の整理をするとか言ってたけど、ねえ、何かあったの？ルックとパッド。もちろん、さっき会ったばかりだし。彼らがどうかしたんですか？それが行くたりして北の郊外にある翡翠の塔に行ったらしいのよ。翡翠の塔？あそこ確か魔獣の住処になって、ええ、その可能性。シェラザードも出かけてるからカシウスさんに保護を頼みたいの。何言ってんのアイナさん。今すぐ追いかけなくちゃ。私たちが連れ戻してくるよ。でもね、あなたたちは資格を取ったばかりだし。アイナさん、ここはエステルが正しいと思います。急げば塔に着く前に追いつけるかもしれません。わかったわ。責任は私が持ちます。遊撃士協会からの緊急要請よ。一刻も早く子供たちの安全を確保し。了解。わかりました。翡翠の塔はマルガ山道の途中を西に折れた先にあるわ。マルガ山道は町の北口方面よ。私はギルドで待機しています。何かあったら連絡してちょうだい。早速の初仕事ね。よっしゃ、急ぎましょう。あ、翡翠の塔まで来たけど、参道にいなかったってことは、あの子たち中に入っちゃったのかな？その可能性が高そうだね。中に入ろう。急ぐ必要がありそうだ。うん、そうね。